カール・ルート・ヴィヒ・ハプスブルク・ロートリンゲンは、ベルギー、カナダの実業家。オーストリア・ハンガリー帝国の旧統治者カモン・ハプスブルク・ロートリンゲン家の一員。最後のオーストリア皇帝、フ副社カール一世の4男。皇帝カール一世とその妻で、パルマ公ロベルト一世の娘である、ツイタ皇后の間の第5子、4、男として、帝政崩壊の半年前に生まれ。 誕生時には101発の祝報が鳴らされた。両親の亡命先のマデーラ島で幼少期を過ごし、1930年代には、長兄で課長の夫の援助で、ベルギーのルーベン・カトリック大学で学んでいる。1940年に、ナチスドイツ軍の侵攻に伴い、家族と共に、北米へ避難し、母や未成年のテーマと一緒に、カナダのケベックに落ち着いた。 この時期、法学、政治学、経済学の博士号を取得している。1943年にアメリカ軍に入隊し、フランクリン・ルーズベルト大統領の命令で、中立国ポルトガルにおいて、ハンガリーと秘密裏に和平交渉を行ったが、失敗に終わった。1944年には、ノルマンディ上陸作戦にも参加し、1947年には、 陸軍少佐に昇進した。その後、ベルギー企業のアメリカ支社に入社し、ニューヨークやワシントンで働いた。1950年1月17日に、ベルギーのエノー・シュー・ブロイユで、リー・ニュコー、ウジェーヌ2世の娘ヨランドと結婚し、マニ4人の子供を設けた。1958年に妻子と共に、ヨーロッパに戻り、ブリュッセルで、ソシエテ・ジェネラル・ド・ベルジック社に勤務した。 後に、同社のカナダにおける、子会社ジェンスター社を創設し、1986年に退職するまで、ジェンスター社の取締役を務めた。カール・ルートビヒは、ジェンスターに、様々な部門を創設して、会社規模を大きくし、退職するまでに、同社の社員を2000人以上に増やした。カール・ルートビヒはすぐ上の兄フェリックスと共に19、1919年に、 制定されたハプスブルク法によってオーストリア、共和国政府に没収されたハプスブルク家の資産の一部を返還するよう求めていた。この資産の一部とは、1935年から1936年にかけ、ハプスブルク家と共和国政府が一時的に和解した際に、ハプスブルク家側に弁済されたものであるが、1938年のアンシュルスに際して、 ナチ党政府に没収され、それ以来ハプスブルク側に返還されていない。長兄夫と違い、カール・ルートビヒはオーストリア市民権の取得と引き換えに、共和国政府の求める定位請求権放棄とハプスブルク家の聖員たる身分の放棄の宣言をしようとはしなかったため、オーストリア政府に入国を禁じられていた。 しかし1996年3月26日にオーストリア政府の情報により定位請求権放棄に言及しない形で共和国政府に忠誠を誓うことを兄フェリックスと一緒に宣言し同年4月16日にオーストリア議会も彼ら兄弟に対するパスポートと入国許可証の付与を承認した カール・ルート・ビヒの葬儀に動員されたオーストリア警察、カール・ルート・ビヒの棺2007年に死去し、翌2008年1月12日に皇帝一族のネムル・ウィーンのカップツイナー納骨堂の母ついた皇后の棺の傍,の傍らに埋葬された。長男、ルドルフ北米に移住した際、カールの綴りを、カールから、カールに変えている。 ニュースセリエ定優3オステライクスシュトゥンダヌルアム12.11 1918スターテットデアノイエクラインシュタットインニュース28八 M R Z 二千八2008オブジェルフェニエーム19セプテンバー2010 B C カール・ルートビヒハプスバーグロートリンゲインストトインクーリエアパ 15, ディセンバー 2007, オブジェルフェニ a M19、セプテンバー2010、ポートレート、カールルートビヒハプスバーグ、ロートリンゲン、イン、ウィーンツアイトゥング。プリントスガビ15、ディセンバー 2007, オブジェルフェニ a M19、セプテンバー2010、アイネノルマールファミリエ、ダイハプスバーガー、イン、サンサット、ドクメンタチオン、オーガスト2010、オブジェルフェニ a M、 19、セプテンバー2010、ゲディ、ロビン、オーストリア2エンドローバリングハプスバーグス、フロムファミリーホーム。ロンドン、デイリーテレグラフ、オリジナルの2003年9月27日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20030927174103/http:/www.telegraph.co.uk//htmlconnt.jhtml?html イコール、アーカイブ、1996-04。 15, ウォースト 15, html 二千8年2月15日閲覧。ハウトスチュス、ベルザイツアークラルンゲンでハウジースハプスバーグス、アウスレイケンド、ナショナルロットスプレージデントフィッシャービグラスト、アイオスティメージエンチャイドン、イン、パーラメントスコレスポンデンズフォム16、エイプリル1996。ナンバー19、196。 アウフデアウェイブサイトでオステアリーキシャンパーラメンズオブジェルフェニ a M19 セプテンバー2010ありがとうございます